それでは、時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。今日はあの中学校の先生方納め会という方が非常に多いみたいで、あのすいませんという連絡がありましてですね、私が勤務している高校はもう納め会が存在しないのでちょっと寂しいなと思ってるんですが、本当にコロナも明けてきたんだなという実感をするところでございます。でですね、今日はちょっとお題で管楽器の奏法って言われて、なかなかこう口頭でリモートでっていうのがなかなか難しいなとは思いながらも、まあ、せっかくなのでちょっとチャレンジしてみようかなということで、この楽器の指導法ですね、ここにチャレンジしてみようと。で私自身専門は社会というか世界史なので、音楽大学でですね、長らくレッスン受けたとかそういうこともないので、まあチューバを金管楽器を吹いているっていうぐらいですので、あとはもう長い時間かけてちょっとずつこういろんな先生から教わったりレッスンを見させてもらったりっていうのを蓄積してっていう形なんですね。まあそれでもまあなんとかなる部分もあるかなと。まあでも基本的には外部の講師の先生に助けてもらってっていうのが大前提ではあるんですけれども、まあそれでもやっぱり指導者としては指導しなきゃいけない機会って結構あると思うんですよね。なのでまあ考え方としては、全部の楽器の専門家はまあいないということで、指導者としてはまんべんなくそれなりっていう感じですかね。でまあ基本的な知識は当然あった方がいいと思うんですよね。でそれを、まあ、生徒に、まあ、身を見まねというかある程度の部分で指導しながら、あこうやると伝わりやすいんだなとか、あこの先生の教え方上手だなとか、そういったのをこう真似しながら取り入れながらだんだん自分のスタイルを作っていかれるといいのではないかなと思います。で一番最初にやっぱ考え方ですね、まあ、何でもそうだと思うんですが、考え方重要かなという思うんですが、まあ、この部分ですね、これをやっていけば大丈夫みたいな奏法っていうのは存在しないので、これはもうプロフェッショナルの演奏を参考にした時に、まあ、愕然としますよね。本当に一人一人違うなみたいな、極端な例ですけど、頬は膨らませないでとかって言ったら思いっきり膨らませてるプロの人もいらっしゃいますし、姿勢はよくって言いながらね、足投げ出してらっしゃる方もいらっしゃいますし、なかなかこう先生言ってること違いますけどっていう話ですよね。まあ、ちなみに私生徒に言うのは、まあ、プロフェッショナルな方々っていうのはいろいろなこうものをですね、蓄積を経た上で形になっているので、まあ、みんなはまずオーソドックスな基本的な姿勢を気をつけるとか、足はちゃんと、体重を支えられるようにとか、そういう基本でやった方がいいよねと。そういうのが安定してから自分なりにリラックスできる演奏法を追求するといいんじゃないっていうようなことを言ってですね、まず基本通りにっていう話から始めるようにしております。はい。そうだ、これ乗っけるの忘れました。簡単奏法チェック法っていうのがあるんですけど、これは見た目ではなくてですね、まあ、お持ちの方もちょっとこの後資料を追加しますので後で見といていただければと思うんですが、まあ、フルートだったら頭部管、クラリネットだったらマウスピース、まあ、バレルがついた状態はまた別、サキソフォンもマウスピースだけネック、この状態である程度この音程が出てくださいっていうですね、まあ、フルートだとゼーとかですね、その音が出る奏法が基本的にはいい方向に行ってますよっていう、まあ、簡単なチェック方法がありますので、息を入れる角度とかですね、アームシャーとかをチェックする上では非常に、これは何て言うんでしょう、本当に初心者導入したて、楽器を吹きたてとかですね、そういう時にはいいと思います。ですので、まあ、もし今後練習でですね活用してもらえればなと思うんですが、ちょっと資料を添付するの忘れたので、この後ですね終わった後に資料を添付して、共有したいと思います。あとここですね、良い音が出れば OK、まあ、この言い方も難しいんですが、まあ、生徒にも言うんですけど、頭が硬いとですねこうしなきゃいけない、まあ、やっぱり若い、まあ、生徒みんな若いので、若いと答えを求めがちなので、
今はいい吹き方でも後で変わることもあるよと。やっぱ体も成長します。特に中学生は結構体格が変化する時期でもあると思うので、やっぱり頭を柔軟にいい音が出る奏法っていうのを少しずつ固めるぐらいのつもりでいいんじゃないかなと思うんですよね。中学校時代にガッチガチになっちゃうと、まあその後ですね、もうこれは小学校もそうでしょうけど、非常に苦労するので、まあ、指導する側もですね、こういうのを試してみたらぐらいのですね、やり方がいいんじゃないかな。指導者の側も柔軟に、で、演奏する側も柔軟にだよってことを言い続けることかな。例えば分かりやすい例ですけど、まあ、トランペットなんかですね、見た目はまっすぐ来てた方がかっこいいんですけれども、例えばですね、歯並びがこう横にしたら分かります。こうなってる。で、例えば受け口の子、受け口の子はですね、ちょっと大変なんですが、歯は揃えないと音出にくくなっちゃうね。というのはこの状態だと息がですね、どう出るかっていうとこう出ちゃうんですよね。なのでマウスピースの位置が、しかも歯と上の歯と下の歯の上にリムが乗りますね。こんな感じになっちゃうんですね。ラッパこんなになっちゃいますね。ガレスピーみたいになっちゃうんですね。まあ、これちょっとコントロールしにくいので、受け口の子は、下顎が出てる子はちょっとこうしてもらう。顎関節症とか怖いんですけどね、まあ、一般的にこっちの方が多いですよね。で、この歯並びがですね、例えば歯が大きめの子とかだと、もうなかなかコントロール難しいですね。なのでもうこの状態でいくのが一番いいと思います。もちろんまあ、スーパーチョップスっていう奏法があったりするんですけど、下顎をグッと出してですね、まっすぐにして揃えましょう。で、これもあります。ただ負荷がかかるので、生徒によるかなと。全然大丈夫って子もいれば、もうそれで顎痛くなっちゃう場合もありますので、やっぱり痛いといい演奏は絶対できないので、まあ、無理はさせない方がいいと思うんですね。まあ、で、話は戻りますけど、この状態の子にラッパーまっすぐだよって言ったら、下の歯のプレス全然かからないですね。で、これも絶対音コントロールできないので、だから必ず下の歯にもつけてねって言ったら、ラッパこうな、下になりますね。こうはならないですね。で、当然その子は息は下に向けて、ちょっとクラリネットっぽいですけど、下に向けて吹くね。これをまっすぐまっすぐとかってやると、その子にとっては無理なことを要求することになる。なので本当に骨格とかですね、歯並びとか、もうそこそこ下の長さとか、こういうので全然変わってきちゃうので、だからまあ、一応ですね、私楽器の奏法をチェックするときちょっと歯並び見せてくれるってことは言いますね。というのは、例えば歯が、この歯がですね、横から見ると少しこう曲がっていたりとか、ここがこうずれてたり、顎がちっちゃくて歯が入りきらなくて曲がっちゃって入りますみたいな、そういう子もいますよね。こういう子は当然アンブシャ曲がるので、ですから息の通り道ですよね。こちらをしっかり確保するためには、当然息が通りやすい場所にマウスピース当ててあげないとうまくいかないですし、ここが難しいんですけれども、本人が無理して吹きやすい場所じゃなくて、無理して一般的には真ん中なんだよ、まっすぐなんだよって言ってアンブシャ矯正しちゃうと、これは木管も筋管もですけど、無理な状態で筋肉がついちゃってですね、バランスが悪くなっちゃって、で修正するのにものすごい時間がかかると。やっぱりそれこそ中学校3年間積み重ねてきちゃったものを一回ゼロにしてですね、同じ楽器なのに全く吹けない状態になってアンブシャ作り直すっていうのは、これ現実的ではないので、もちろん非常に強いハードがあればやれますけれども、一般的には苦しいと思うんですよね。ですのでやっぱり最初導入、楽器を吹き始めた頃のアドバイスっていうのはかなり重要になってくるかなと思います。ですので最初の頃にできるだけ、まあ、上手な先輩がいればそれはもちろんいいんですけれども、そうでない場合は定期的なチェックですね。その場では良くなってもどんどんずれ始めますので、それをこう定期的に、アンブシャ大丈夫、息はちゃんと通ってるっていうことを指導していかないと、特に初心者、最初は変な癖がつきやすいかなと思うんですね。まあ、そうやってこう、まあ、柔軟なゆえにそういうことも起きますね。変化していっちゃうっていうこともあるので。
まあ、いずれにせよいい音が出てればいいアンブシャーっていうのは大前提かなと思います。で、まあ、各楽器のですね、フルートはこれリップのってもう字で書いちゃうと分かんないですよね。このこれですね、頭部管の、あ、間違えました、大丈夫ですよ。頭部管のこのリップですね、ここに唇がどれぐらい乗っかるかっていうのが一般的なものはあるんですけど、これなかなか難しいです。どれぐらいかは工夫してねみたいな、工夫っていうかチャレンジしてね、ちょっと浅めに置くのか深めに置くのかで、まあ簡単に言うとですね、フルートっていうのはこのリップに、このちっちゃい四角にですね、息が鰹節みたいにですねほとんど捨てちゃって、ここに入った息が一回頭部管の右側に行くんですね、螺旋状に回転しながら、で反射板の鏡にぶつかってこっち側に飛ぶっていう構造になっているので、この息の角度ですね、太さで、この当たり具合、これによって音色が変わるんですね。ですのでちょっとうまくいってないなっていうこの場合は、この口の場所ですね。あとよく言うんですけど、分かりやすいのは息をですね右に送るように、さっきも言いましたけど頭部管の一回こっち側に行きますんで、まっすぐじゃないんですよね、意識として少しこう右側に送るんです。そうすると楽器全体にファーッとこう息が行くようになるので、何も考えないでただまっすぐって吹くよりちょっと右を意識しなさいよっていうとぐっと響き変わったりします。あとこれよくあるあるですけど、コルクって、まあ、ずれますので、頭部管の反射板の位置ずれると全然なりませんので、フルートに入ってるお掃除棒のあの真ん中のラインがですね、この四角のラインのど真ん中にちゃんと来てるかな、来てなかったらちょっと調整しなきゃいけないですし、古い楽器だとコルクが痩せちゃってですね、で交換そんなにお金かからないので必ず楽器の状態、まあ、ちなみに今日もですね、私が勤務している学校のピッコロがですね、とてつもなく調子が悪いんでぜひ調整をって言って東京まで行ってきたんですけれども、テオバルトさん、目白にある専門店ですね、見てもらいましたら全部塞げてませんか、だからとても調子悪いですねって言われて、あ、そうですかっていう感じだったんですね。ですので楽器が戻ってくるのがコンクール前日になってしまうという悲しい事実なんですけど、まあ、でも音出ない楽器で頑張るよりは出る状態にしていった方がいいので、替えの楽器が、ね、借りられたので、まあ、それで乗り切るという感じなんですけど、まあ、話は戻っちゃいますが、まあ、楽器の状態のチェック必要かなと。で今回ですね、ちょっとこれを作るにあたってちょっと話とちょっと自分で図書くのきついなと思ってですね、ネットで調べると結構いいですね、今本当にいい時代になったなと思うんですけれども、さっき言ったこのリップの場所、この先生ね、この口の形とか、ただこれ気をつけなきゃいけないのはこの先生の歯型とですね、この先生の唇の状態ではこの素晴らしい、多分200万以上する金の楽器ですね、このここにいい感じで当たる場所っていうのが決まってくるってことなんですよね。だから我々はこれを頭に入れつつ、あ、こういう構造なんだなっていうのを入れつつですね、指導していくと。これフルートは比較的多かったですね、いろんな、でもこの先生の分かりやすかったんで、まあこうやってこうちょっと分かりやすいやつで、これをですね生徒に見とけで自分で勉強できるんだったら苦労ないんですよね。やっぱり言語化してあげるっていうのは結構ハードル高いので、やっぱり先生の方で本よりも映像の方がいいと思うんですよね。だからこの映像なんかを散々見てですね、あ、こうやって音出てるんだなっていうのを頭に入れながら生徒指導をして、音がちょっと良くなればこの方向だねって言いながら掴んでいくっていう、まあ、その積み重ねかなと思います。はい、ですね、あと、まあ、クラリネットですけど、これは前も調整の話もしましたけど、まあ、とにかくねリードのセッティングが難しいんですよ。これもこれはアンブシャか、
リードのセッティングの仕方っていうのも動画結構上がってるので見ていただきたいんですけど、まずあマウスピースありますね、クラリネットのマウスピースパッチの貼る位置気をつけていただいて、これがですね、生徒も結構真面目でギリギリに貼らなきゃいけないみたいな、ここに被るぐらい貼ってたらこれすぐ剥がさせてください。ちょっと下にずらして、でなんでかっていうとですね、マウスピース作っている職人さんたち、あの手で削ってるんですよ、高いやつは。ここに全勢力を注いで作ってますので、ここの厚さですね、これがポイントなので、ここに被るようにマウスピースかパッチかけちゃったら台無しなんですね。だから、もともとマウスピースパッチっていうのは刃が当たる、マウスピースに刃が当たる場所をカバーするためのものですので、非常に細かい方はマウスピースパッチを切っちゃってですね、刃が当たるとこだけに貼る方もいます。まあ、そこまでしないにしても、とにかくギリに貼らないっていうんですね。これはすぐにでも改善できることなので、あの学校行かれたらですね、見てみてください。はい、で、これですね、まあ、リガチャもね、あのへたっちゃいます、へた、要するにだんだん伸びていっちゃうので、ぜひうまくしていただきたいと。前もちらっと売れたと思うんですけど、レジエルっていう樹脂リードですね、これは実はリードの持ちがいい、要するにコストが下がるっていうのに加えて、まあ、これ痛しかしなんですよ、リードを選ぶっていう能力を高めるんだったら本物のケーンのリードで、自然のもののリードで経験を積んでた方がいい、まあ、これはもう絶対そうなんです。なんだけどお金ありません、でリードを選ぶ時間がありません、まあ、そもそもだからその選べる環境を提供できるんだったらいいと思うんですけど、じゃないんだったら樹脂リードはおすすめですね、というのは選ぶ必要がないので、あのそれなりにいい状態のものを常に使います。まあ、3ヶ月ぐらいは持ちますので1枚で、はい、まあ、それでもへたりますからね、ということで、まあ、それはおすすめです。でクラリネットのアンブシャーもちょっと見てみたら、この絵のやつ結構いいなと思ってですね、これはあの映像じゃなくて、はい、ここら辺ですよね、これ結構こだわって書いてくれてますけど、髪の毛1本分って言われますけど、あのリードがちょっとね、出るように作ってね、あのつけてね、リガちゃんもこれも結構こだわってると思うんですけど、下のネジはしっかり締めて上のネジは軽くです、あの2つあるパターンはです、もうこれは大前提です、下のネジはきっちり上は軽く、はい、まあ、これは基本なんですよね。でこれ結構生徒に言うと、あの全く意識してない子いるんですけど、あれこれ画面あ、そうか、ごめんなさい、こっちを共有しなきゃいけない、あれミスった、ちょっとお待ちください、このクラリネットのこれですね、こちらです、はい、これ結構あの気づいてないんですけど、ここに息入るよ、この角度でこの厚さだよってことを意識させるのは重要ですね、要するにここに入れる息の薄さですね、それでスピード感も見えてきますので、だからそういったところをちょっと注意していただくと変わると思います。あともう人間の習慣として、口の中に物が入ったら絶対噛みますので、この状態のままいるよりもどうしても噛んじゃうんですよね。ですのでとにかく軽く触れるっていうことですかね。まあ、これはちょっと手の持ち方にも関係してきますけど、まあ、ということでこれ結構読んでいただくと面白いなとね、鏡を見てねとかね、いろいろ、はい、下顎のところを梅干しを作らないようにとかっていうのね教えるって言いますね。この引く反らすっていうのはそういうことですね。口の尾の形っていうのは結構、これ金管のところでもまた触れますけど、日本人に馴染みのある母音を使ってですね、口の広さを伝える時にあとかおとかっていう母音を使って説明したりもしますね。はい、ということで、まあ、こういった何て言うんですかね、いろんなものがツールがいっぱいあるのでとてもいいと思います。はい、でサキソフォンは基本的に同じなんですけれども、でも全く違う部分もあるんですよね。でこれまたこの先生のですね、このサキソフォンのアンブシャーっていう、あ、そう、これもリンクは見れないですね、
この動画、あ、音が出ちゃうのか。はい。この方の動画も結構面白かったので、参考にしていただければなと。本当人の動画を勝手に紹介してますけれど、はい、いいなと思いました。で、ポイントはですね、これビブラートを練習させるんですね。で、サキソフォンはビブラートを口でかけますので、マウスピースがあって、上の歯が乗りますね。下の歯は、非常にフリーです。あう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 って、これを動かしましょう。これでビブラートかけますので、だからメトロノーム使って16番、8番分で見せます。あうあうとか言いながら、これでアンブシャー安定させていきますね。で、どれぐらいの位置、これはクラリネットも同じですけどね、歯の位置をどれぐらいにしますか、と深さですね。これ本当人によって違います。で、あとリードの厚さ、あ、リードの厚さ、これ前も触れましたかね、厚ければいいわけじゃないので、本当に人それぞれですから、まあプロでも2半を使う人もいますし、まあ3は普通にいますからね。なんか上手になったら厚くしていくみたいな、そういう間違いが結構広がったりしますが、そういうことは絶対にないので、立ち上がりが、だからこのリードの選び方ポイントですね。吹き心地の良さもあるかもしれないんですけど、まずね、立ち上がりがいい、音程がいい、で持ちがいい、これねないんですけどもね、どれかがいまいちだったりするんですよ。もうね、反応良くて立ち上がりがいいんだけど、すぐ下手っちゃうよっていうのとか、まあ繊細なわけですよね。だからこういうのは本番用のリードですね。繊細なやつはバンバン使っちゃうと、もう一気にアウトになっちゃうので、もうこれは本番の時しか吹きませんみたいな感じで取っておくっていう感じで、いろんなこう、なんていうんですかね、まあ、リードの要素はあるんですけれども、まあ、ということでちょっと話はあるんですけれども、まあ、このアンブシャーの動画も面白いので、もしよかったら活用していただければなと思います。はい。あと、オーボエですね。一応ギネスブックに世界で一番難しいっていうね、風に言われてますね。なかなか難しいところですけど、もうこれもですね、これはなんか、いや面白かったね、ちょっとリンク貼っちゃいましたけど、これなんか、アニメなんですよ、アニメで、なんかいろんなシリーズが出てて、これ生徒も分かりやすいかもしれないですね。なんて言うんでしょうね、いろんなこと、これアンブシャーだけじゃないんですけど、オーボエの人たちあるあるみたいなことがですね、載ってます。はい、教則本とかね。なので、もしよかったらご覧いただくと、まあ面白いです。はい、独特な世界観って感じですけどね。はい、と思いました。まあ、ファゴットはね、オーボエに準じてますけど、まあとにかく必要なのは息の圧力ですね。なんといってもリードが2つあって、この狭い中を通さなきゃいけませんの で当然口でも圧かけてますので、とてつもなくない圧が高くないとかかんないかなというところで、音が響かないという楽器ですね。はい。ちなみにフルート、クラリネット、サキソフォン、まあオーボエ、ファゴットっていったら、オーボエが一番調整が必要です。やっぱりシステム複雑なので、これはもう調整出さなかったら、もうあっという間に音出なくなりますね。で、次に弱いのが、クラリネットです。やっぱクラリネットもキー結構使えますんでね、動かす頻度高いですから、すぐ痛みます。やっぱこれも調整が必要で、フルートもですね、半年に1回ぐらいですかね。でサキソフォンも、まあ、半年に1回やればいいんですけど、比較的、バランスが多少いまいちになってきてもなんとか持つ。ただやっぱりキーオイルですね、これはもう自分じゃさせないんですけれども、これが入ってるか入ってないかで響き全然変わっちゃいますので、やっぱり半年に1回ぐらい、入れるとぐっと、楽器の倍音が増すので、そうすると音程も良くなる、鳴りも良くなるしっていうところあります。で、最後がファゴットなんですよね。いつも調整持っていくと、ね、こんな状態でも音出るからファゴットっていいよねとか言われるんですけど、リペアの方に結構アバウトなんですよね。
なのでなんとかなっちゃう。極端な話、場所によっては全然塞げてなくてもちゃんと音出ちゃう、そういう楽器なんですよね。まあやっぱりシステムも古いというか歴史も長いので、でそういう部分も、あと大きさですかね、があるの。オーボエとも全然違います。まあっていう特性はありますね。まあここら辺は本当に専門家に教わらないと難しいところではありますけれども、まあ一応先ほどの最初にも言った通り、まあこんなシステムなんだなとか、こういうふうに音出てるんだなっていうのは、知っておいた方がいいですね。ちなみにクラリネットもオーボエもファゴットもよくあるあるですけれども、湿気が多い時期、まあ今もそうかもしれないですが、入ってくるとこのジョイント分の部分のコルクがですね、膨張して取れにくくなるんですよ。でよく生徒が取れませんとかって持ってくるんですけど、あれ取る方法簡単にありますので、全然奏法とは違いますけれども、どうやるかっていうとですね、楽器をキーを絶対押さえないように、キーを押さえちゃうとバランス崩れちゃうんで、そうじゃない場所を持って上と下、ジョイント部分を支点としてですね、中心としてですね、上の部分から少しずつ縦でも横でもいいんですけど、縦でもこうやって動かしていくんですね。そうするとテコの原理でちょっとずつ隙間が入ります。思いっきり動かしちゃダメですよ、折れますからね。ちょっとの幅です。少しずつ必ず取れますね。取れないってことは絶対ない。金管のマウスピースは取れないことあります。ヌッキーっていう機械使わないとダメなんですけど、万力っていうんですね。まあクラリネット、オーボエ、ファゴットよく取れなくなります。その時には少しずつ、まあ、これのたんびに楽器屋さん呼んでたのに呼ばれた方もたまったもんじゃないので、まあ、ぜひ試してみてください。はい、この楽器やったことある方はもう常識って感じで対応できると思うんですけど、まあ、結構生徒が困っちゃいますね。あと今日も言われましたけれども、スワブですね。スワブ絶対詰まらせないように、一番やっちゃうのが、今日も言われましたけど、フルートのガーゼをですねピッコロに使ったら絶対詰まりますんで、本番前詰まらせる。でこれを、まあ、私実際ありましたけど、同じようなことがアルトサックスのスワブでやるとソプラノサックス絶対詰まるんですよ。で使ってもいいんだけど抜いちゃダメだよ、ちょっと引っかかりが出てきたら今度下で抜くんだよ、それでいいからねって言うんだけど、ギュッてやっちゃって、もう後の祭りですよね。で自分で何とかしようとして本当信じられないですけど、トーンホールの中からこうなんかドライバーかなんかでこうやってやろうとして、でキーも全部ぐっちゃぐちゃになっちゃうって、ね、そういうこと起きますので、大体本番前ですよ、こういうことが起きるのね。まあ、とにかく口酸っぱくスワブは詰まらせるなよと、専用のものを使うし、ルール通りやるんだよ、今日ねちょっとめんどくさいから大きめのスワブでいっちゃおうかっつって詰まる、ね、本当にびっくりしたこと起きますので、気をつけていただきたいなと。オーボエも詰まりますね。もう今全部詰まった経験あります。サキソフォン のネックに詰まりましたとかね。これも本当アホで、スワブの先が何ていうんですか、適当にやったもんだからちょっと結び目ができちゃう、肩結びみたいなのして、で入れるときは、まあ、大丈夫かなってヒュッて入れたら固まっちゃって、ギュギュッて引いたらもうアウトですよね。もう楽器屋さんだって困っちゃうので、これ本当ケアリスミスなんで、そんなないようにしていただきたいなと思います。で、まあ、金管ですね。金管は実はなんとシンプルな、全員を同じルールで説明できるので、まあ、大前提ですね、まあ、唇がリードなんだよって説明すると思うんですけど、さっきもちらっと言いましたけど、マウスピースのリングってこれですね、この輪ですね。この上の部分と下の部分にしっかり歯が、上の歯と下の歯がバランスよくセットされると嬉しいんですけど、さっきも言ったように歯並びの関係がありますんで、このマウスピースの角度はこうなることもあればこうなる、まあ、これはもうやめた方がいいと思いますね。こう最低これ、あ最低というか、まあ、最高これ、これ以上はない、これからこうですね。あんま見た目良くないですけどね、こんななっちゃってるとね。でもしょうがないんですよね、歯並びなんて。だから演奏の時ちょっと見た目揃うよねっていう時はもうごめんねっつって、ちょっとソフトでもいいから上に上げてっていう感じですかね。ここ変えられないの、はい、で大前提、どうやって音が出てるかっていう
と、息の圧力ですね。ですからこれも説明するときよく言うんですけど、ここに、唇がありますよと、あの上唇下唇を面として捉えてもらったら、息の圧力が例えばこっち、ね、そうするとマウスピースからプレスする、もう口くっきりこんなになっちゃうね、こっちの圧力、要するに両方向あるんですよね。でまずこのバランスが重要ですね。だから音が出ないからこっちを強くしなきゃ、息を強くしなきゃいけないのにプレスばっかり上げちゃうんですよね。でプレスをすると唇は硬くなるので、音は出ることは出ます。硬い方が振動しやすいんで。ところが硬いってことはどういうことかっていうと、一定のスピード以上上がらないので、まず高い音と大きい音が出ません。もっと言うと柔らかい音も出ません。で最悪なことに唇が鬱血して血が止められて、毛細血管が切れて内出血して、まあ、いわゆるバテると、音出なくなります。プスーみたいなね、もう脇から息漏れちゃったりもしますからね。もうそうなったらアウトですね。もう全治多分数日かかりますね、そこまで。とにかく金管、まあ、特にトランペットですかね、まあ、ホルモンもそういうことありますけど、もう音が悪くなってから休んだんじゃもう遅いんです。もうその時にはすでに出血が始まってますので、ですので練習するときに気をつけていただいて、よく金管じゃない先生がですね、そこは気合だろうとかって言うんですけど、いや気合ではね、血管戻らないので、もう血管切れちゃってますから、だから、まあ、そこはケアです、まあ、とにかく両方だから、プレスが強すぎて口やっちゃう子は息が弱いんですね。息の圧上げましょうというのが一つ。ただこれだけじゃないですね。この今度縦方向唇で見たこの上下の圧ですね、このアパーチャーって言いますけどね、唇が縦に閉じる圧も関係します。だから4方向 の、 バランスによって、このちっちゃい、まあ、ラッパだったらちっちゃい、チューバーだったらちょっと大きいのアパーチャーに圧がかかるんですね。 もっと言うと口の筋肉の話だと横の圧もかかるんですよね。はい、ということでこのバランスが重要なんですよ。全部揃うとそこまでプレスしなくても、まあでもプレスしないと音出ないんですけどね、まあでも基本しすぎ、とにかく音を出す、だからこの原理をちゃんと理解してもらって、4方向の圧はちゃんとかかってるかなっていうことと、あとまず太さですね。これクラリネットとかにも言いましたけど、マウスピースのスロートって言いますけど、マウスピースの管のですね、この太さ考えてねと。チューバの太さとトランペットホルンの太さも全然違いますよね。でここに入る息入れるのよ。口のここですね、中側でここに入る息を作ってあげなきゃいけないんですよね。だから、まあ、低い音っていうのもありますけど、低音にチューバとか低い音の楽器になれば当然口の容積が広がって、ゆっくりめの息で、しかも太い息、トランペットとか高音域になれば口の容積が狭くなって息の圧が上がって細い中にギュッと入るというこの太さが違うのよ。まあ、これも太さって言ってピンとくるかどうか分かんないので生徒には。はい、なので例えば手に息を吹きかけて、細くて速い息だったら遠くまで同じ面が当たるようになると思うんですね。太くてゆっくりな息はどうしても広がっちゃうので、ある程度距離が違うと思うんですけど、まあ、それでこうちょっと確認する、まあ、コロナも落ち着いてきたんでちょっと先生ね、この瀬戸に手出して後で消毒すればいいと思うんですけど、ここに息吹いてごらんっていう、それじゃ遅いよとか、それじゃ早いよとか、低音だったね。だからこの後も出てきますけど、これは息の温かさとかでも感覚つかませることもできるんだよ。ゆっくりは温かい息を、冷たい息は早いみたいな感じね。はい、で息の方向はさっきの歯並びの関係で人によっても変わるんですけれども、やっぱりあと楽器によってですよ。クラリネットだったら下だよねみたいなね、オーボエだと結構上の歯と下の歯のとこに唇を丸めてそこでアムシャ作るので結構まっすぐ、だからオーボエってこうやって吹きますよね。クラリネットはこうですよね。サキソフォンはその間ぐらいでもうちょっと角度緩めですよね。はい、なのでそのマウスピースの角度、金管だったら歯並びに、
向かう方向違いますよ。だからあなたに合った息の入りで、歯閉じちゃうと絶対ダメですからね。歯閉じちゃったら何が起きてますかって言ったら、息がぐねってこうね蛇行しちゃってますね。はい、チリで言ったらね、これ洪水起こして荒廃死って今できちゃいますけど、息は蛇行しちゃダメなんですね。息はまっすぐ出ないといけない。まあまっすぐこうでもいいんですけどね。なので息圧を上げたものが下がらないが歯の息で、これを下げさせるのに歯を開けてって言ってもね結構難しいんですよ。だから奥歯に割り箸ちょっとかませるんですね。これぐらい開くよ。でちょうどこの歯と歯の間がうまく開くって教えたりもします。とにかく開ける感覚、まあ音で使うのが一番いいんですけどね。なかなかピンとこない子はそういったこうちょっと工夫、物理的なもので工夫したりしますね。あとこの4番の唇が、まあ、唇がありますよね、こうね唇が。で当然ながらトランペットになればちっちゃいんですよね、ここが。この唇じゃない。中盤になれば広いんですよ。で問題なのはその唇の息がこう通る位置ですかね、通る場所、これがマウスピースよりでかくなっちゃうとか、だからそこなんですよ。つまり唇ってここに筋肉が円環状にあるわけですけど、この筋力が足らないと特にちっちゃいマウスピースはできないんですよ。だからこれをトレーニングするために、まあ一番手っ取り早いのは楽器を吹くことなんですけど、よくトランペットの先生とか言うのは割り箸をですね、こう上げて、でこれを上げ下げするトレーニング、唇で加えてですね、そうすると横の筋肉が鍛えられるので、結局口をですね楽器のマウスピースに合わせた息の通り道をコントロールする筋肉につながるので、それでやんなさいとあんまお行儀良くないですけどね、割り箸を1本加えて10回とか、唇を動かしながらですね、上下する。結構きついです。なかなかできない。だけど、こういうことやってますよ、とかって、それこそ、レッスンお願いしてたり、トランペットのトーフィールの古田先生とか、言ってましたね。はい。暇さえあればやって、あと、これだけじゃなくて、横に加えてね、割り箸を。で、これを、ずっと支え続ける。そういうことやった、ことをおっしゃってましたね。はい。ということで、まあ、単純にこう筋肉の話と息の話ですね。こちらがまあメインにはなるんですよね。だからどちらかというと木管の楽器よりもアバウトですかね。まあ、フルートもそうです。フルートもアバウト。要するに出し方に幅がありますね。リード使う楽器っていうのは結構ポイントっていうのはなんか一つの方向に収束していく気がしますけど、フルートなんか特に流派によって吹き方全然違うもん。レッスンの先生気をつけた方がいいですね。全然違う流派の場合、もう構え方から違いますので、まあそうですね、困るんですけど、まあぜひまあ、これ打楽器にも入れてください。はい。で最後、ああそうか、最後ね、これさっきちらっと出てきましたね、息のスピード、まあ、絶根を絶根までいかないですけど、まあ下げてね、これね意識不明になった時下がっちゃいますからね、これね。要するにイメージとしては口の中を広く狭くってですね、でこう舌がありますけれども、まあね断面見ないと分かんないですけど、ここが後ろが喉に行く方が盛り上がるんですよね。だから舌の先を上げるんじゃなくって舌の根っこの方を上げるんです。ヒーって言った時の舌の位置ですね。ヒー、だから高い音出すよって言ったらヒーって言いなさいと、口の中ヒーで吹いてごらんって言うと結構いいですね。で逆に低い音出すときはおーだよ、おーってすると喉舌が下がりますっていうような形で吹きやすさ、口の容積が変わることで吹きやすくなる。あとこれもちょっとちゃんと指導しないとまずいんですけど、考え方ですよ、考え方。金管はマウスピースをスライドします。上に上げたり下に上げたり、昔は動かしちゃいけないっていう指導があった。嫌に聞きますけど、プロでも皆さん動かします、今普通に。なので生徒に教えるときにマウスピース動かしちゃダメとかって絶対言わないでください。ただし間違ったやり方をしている場合もあるので、そこはちょっと確認が必要なんですけども、
高めの音に行くときに必ず上に上がるとか、低めに音に行くとき下がるとかっていうわけじゃないんですよ。人によってなんです。逆の動きする場合もあるので、だからそう、自分が吹きやすいのはどこら辺かなっていうのを探しながらやってもらわないと。あとマウスピースのこの角度もですね、こっちは唇だとして少しこうするんです、ね、この角度変化するんです。吹くときに音域によって、まあ、一般的に低くなると少しこう話していくっていうのもあるので、まあ、そこはちょっとそれでうまくいけばアドバイスとしてはいいかなと思います。はい、あとそうですね、歯の開き方は当然息が太くなるんで、低い方に低い楽器、まあ、私チューバです、結構開きます、ね、チューバで下線2本、あ、ごめんなさい、4本ね、ゲーとかも低いよ、F もっと下でとかってなったら結構開いちゃいますね。もうおーっつって 歯がもう普通には吹く広さよりも全然開きます、ね、口開けないともう吹けないです、はい、逆にトランペットとかだったらば、そんな風なことはないし、もっと言うと息がものすごいスピードでまっすぐ出ますから、舌を歯の根っこ、タンギングの場所が歯の根っこじゃもう絶対音出ないです。高いともっと下です、ね、極端な話、歯と歯の間に舌を置くっていう人もいます。それでもタンギング全然できます、はい、って感じなので、まあ、歯の開き方、一般的にはだから音がうーんって詰まっちゃうチューバの子とかは、まあ、ほぼほぼ歯の開き方が悪いと思うので、そこをアドバイスしてあげればいい方向に行くんじゃないかなと思います。はい、で打楽器ですよね。私1ミリも叩けないので見た目しか分かりません。ただまた今は本当に今はいい時代だなと思うんですけど、これあ、これも出ないんだ、ですね、開いちゃう、こういうことは有名なことですよね。あ、消えちゃった消えちゃった、練習結構いいと思うんですよね。もちろんレッスンがあればいいと思うんですけど、でこれ見てよく覚える必要がありますね。指導者としてはこう喋りはいいんですけど、これちょっとよく見てください。もうちょっとでかくしちゃう、はいはい、これです、これ皆さんご注目いただきたいのはここです。ここですって言って今お分かりになりますか。人差し指と親指です、はい、この字が邪魔なんですけど、でここ見てください、直線になってますよね。手があってスティックをここで持ってますよね。ここでしっかり持ってます。でこのここを見ていただくと、ここを見ていただくと人差し指の後ろのこの3本の指がですね、このスティックの後ろに添えられるんですね。でこれよく見ててもらいたいんですけど、スティックの動きに連動してこの指がここが支点になってるんですね。でテコの原理でスティックが下に折ります。でそれが手に当たります、上がりますっていう、これを繰り返してるんですね。これがちゃんとできない、つまりこのグリップですね、ここを間違えて教えちゃうともうもはやこれまでって感じです。もう全然それができてない子を教えに行
く中学校さんですね、見ると見受けられます。もうそれはですね、打楽器やってて何もうまくいかないので、まずこれ映像で分かりやすいんですけど、まあ、あの写真でとかっていうのもあるので、生徒にこの持ち方なのよっていうのは必ず言ってあげてください。持つ長さもありますしね。でまず持ち方で、あと先生ちょっと本当体曲がっちゃってて多分腰痛そうですけれども、ね、完全に曲がってますね、これね。それ余計な話ですけど、でこのですね動き見てもらって、あね、あのちょっと先生申し訳ないずれてるんですけど、多分この先生ね肩がこっち落ちてますよね。かなり体がこっち側に曲がられちゃってるんでしょうがないとは思うんですけど、このあれですね、スティックの先チップって言いますけど、この高さをですね揃えるんですね。でこの叩く場所も揃えなきゃいけないです。でこの手の構造からいって、このスティックはこう動きますんで、これ見えてますかね、大丈夫ですか、こう動きます、こっち側はこう動きます。この画像だとねフルストロークってやらない、あ、やったか。これ。あ、ちょっと。ね。これ、フルス、あの、一つ、シングルストローク。もうちょっと振り上げてもいいですけどね。まあ、これも流派によるんですけど、先生、ちょっと曲がりすぎです、体がね。ぜひ、ちょっと整体かなんか行っていただいて。で、ここ、この手、分かりやすいですね、ここ。はい。これ、とてもいいと思います。で、ここから、自然、体の、構造上自然に落ちますんで、はい、これですね、これぜひ、生徒のと比較してもらって、だから打楽器の子は基礎打ちするときに鏡の前でやった方がいいんですよ。自分の動きがどうなってるかをできるだけ線対称ですね、自分の正中線ど真ん中左右対称になるように、これがコントロールできれば革物はもちろん、あの鍵盤楽器もマレットを使う楽器も対応できるので、はい、これ重要だと思います。ですので、まあ、こういう動画もうめっちゃくちゃいっぱいありますんで、ぜひ参考にしてもらうといいかなと思います。はい、で最後ちょっといっぱい喋りすぎちゃったんであれですけど、まあ、前も言いましたけど、プロの演奏をできれば映像じゃなくて生で聞いてほしい、じゃないとイメージ湧かないので、はい、で実はこの間昨日か生徒とちょっと話してて、ブラームスのフルートの子だったんで、シンフォニー1番のフルートのソロをちょっと聞いてもらってね、いやこれいいよねって、まあ、でもやっぱりこれ、ね、ホールで聞かないと分かんないですよね、どれぐらい吹いてるのか、どれぐらい響いてるのか。だからやっぱりできるだけ我々もそうだし、生徒もオーケストラのコンサートってですね、ソロ楽器ベートーベンのティンパニーとか聞いた方がいいと思うんですよね。どれぐらいこう音楽を決めるのか、その音色がねっていうのがいいと思います。はい、あともしね、レッスンをする機会があればいいんですけど、今ご紹介したように動画の視聴いいと思いますね。ぜひ動画バンバン見てもらった方がいいんじゃないでしょうか。はい、あとここですね、頭の中にイメージが湧いてると、こういうもんだよっていうのが湧いてると結構気づきます。あ、ちょっとずれてるなとか、力入ってるなとか、これもね積み重ねですんで、最初は分かんなくても、あとちょっと探りながら指導してても、生徒の反応がうまくいくと、あ、これはこの子に合ってるんだなみたいな、そういう形で最初からうまくはまる指導っていうのはないので、徐々にでもいいですけれども、こう探りながら基本的なことが分かっていれば、いろんなことが言葉を変えながらですねアプローチできるようになるかなと思いますので、まあ、そんなことを頭に入れて楽器の指導をするといいかなと思います。すいません、残り10分になっちゃいましたけども、何かご質問ゆうか先生ちょっとずっと手が上がってますんで、もしよかったら遠慮なく
ご質問があればと思うんですけれども、他でも、まあ、もちろん楽器のあれだけじゃなくても結構です。はい、どうぞどうぞどうぞ。先着順で声だけです。今どうぞどうぞどうぞ。あの、私の教え子が今小学校4年生なんですけど、はい、楽器を吹く前段階で曲が吸えないんですけど、うん、はいはいはい、ちょっとあまり中学生高校生じゃ聞かない例だと思うんですけど、うん、なんか指導の仕方で、例えば道具を使うと分かりやすくていいと思うんですけど、ビニール袋ありますよね。ビニール袋にあの息を吹き込んでみてって言って、で大きさはちょっとその子に合ったものにしてあげるとより良いんですけど、あんまり大きすぎてあの全然息入ってないねみたいなとやる気なくなっちゃうので、まあ、例えばコンビニのちょっとちっちゃめの袋から、でそれがパンパンになりますよと、でそういう感じで息吸ってごらんって見える化してあげると、で力がついてきたら風船とかいいと思うんですよね。あの風船を膨らませるのって一番最初ってものすごい力いるじゃないですか。ああいった形で、あのまずあの吸う前に出す方ですね、出す方に注目させて、出すとやっぱ吸うので、それをちょっとずつやりながら吸う感覚っていうのに入っていくといいんじゃないでしょうか。なるほど、ありがとうございます。はい、もしかしたらあの小学生とか中学生ってこう発達段階があったりして、あの言葉とあの体とかこうリンクしないってこと結構起きると思うんですよ。あの概念として理解できてない場合もありますし、分かってるんだけど、でどこを動かせばそうなるのみたいな混乱、頭の中が混乱しちゃってる場合もあるので、そういったなんかちょっとした道具を使うと、であれがなくてもですね、袋がなくても、じゃあもっとシンプルに分かるようにするって言ったら、さっき言った、まあ、例えば手に息を当ててみるとか、で例えば先生がこれぐらいの息って吐けるって言って、その子の手に息を吐いてみて、で同じぐらいどうぞ吐いてみて、あいいよねって言いながら、じゃあこの手前でできるからもうちょっと離してみようかみたいな感じで、そうすると息の長さとかこれぐらい息使うと届くんだなみたいな感覚が見えるようになるかなという感じですね。あ、もう一回。いいえ、ありがとうございます。またすごいですね、優香先生。この殺人鬼みたいな音っていうのはちょっと聞いてみたい気もしますけれども。まあ、噛みすぎの原因っていうのは、まあ、単純に噛んじゃうっていうのもあるんですけど、噛まないと音が出ない状態の楽器を使ってる可能性があるんですよ。だから指もよく見てください、あの生徒の指を、あの黄色くなってないですかね、この押さえる部分がもうなんか親の仇みたいにこうギューってのこうやってる場合はもうそれはキーバランス崩れてますね。あのそうじゃないと塞がんないんですよ。で人間ってさっきも言ったけど、口に物が入ったら噛みたいし、手がギュッてなったら口も噛んじゃうんですよ。だからそこの楽器の状態をもう一回確認してもらう、それは一つと、あとやっぱりリードですよね。なりやすいリードで吹いてるのと、で噛みすぎっていうのはさっきも言いましたけど、大前提音が出ないから噛んじゃうので、ってことはリードの反応が悪いんですよ。熱すぎかもしれないですよね。あともうそもそもがね、本当にあのリードを作る商売ってひどいなと思いますけれども、あの10枚あって2、3枚しか使えないわけじゃないですか。でそうするとまあまあありがちなのは、これは音出ないよねみたいなリードを捨てられなくて、なんか使ってるとうちによくなるかもしれないみたいな感じで練習してる場合があります、高校生でも。あのなのでそこを取って環境を整えてあげた上でアンブシャーを、だから結局いいアンブシャーでやっててもスカーってなっちゃったら、まあ、出さなきゃってなりますよね。なのでちょっとそこをあの調整していただくといいんじゃないかなと思います。クラリネット、まあ、あとカム1です、まあ、いずれにせよ多分音出にくいんですよね、楽器の状態が。ちなみにこの間もう本当に松伏高校のクラリネットを持ってったんですけど、ほぼほぼ全員オーバーホールでしたからね。
よくこれで音出してたねみたいな感じですよね。はい、なんかアドバイスになってますでしょうかね。大丈夫そうですか。殺人鬼みたいな音ってすごいですね。ちょっと多分突き刺すような音なんでしょうね。音色感がね、まあ、あとリガチャとマウスピースのせいは大いにありますね。マウスピースは、まあ、ちょっとここも書きにくいですけどね、あの静岡のあたりにあるあの日本の有名な楽器屋さんのだと、あのいい音出ない、出にくいんですよね。すっごい出にくいです。はい、あとリガチャかな。やっぱりだから木管楽器はもうどうしても、だからそこはね、あの先生の方でできるだけ保護者の方に説明をして、あのお金で解決しなきゃいけないこともあるので、ぜひご理解いただきたいっていうことは言ってった方がいいかもしれないですね。あのなんて言うんでしょうね、やっぱりタイヤパンクしてるのに走ろうとしてもでも結果出ないので、でしかも練習してる子は不幸なので、はい、だからそこは何とかしてあげていただきたいなと思いますね。まあ、説明すればね、理解してくれる保護者の方も多いと思うので、はい、ですかね。あと3分4分ありますけど、何かありますか。他には楽器の奏どうですかね。まあ、とにかくここからハイシーズンになっていくんでね、とにかく金管楽器の口のケアですね。保冷剤使ってください。あの冷やすですね。もうとにかく冷やす、もうそれが長持ちの基本です。練習終わったら冷やす、あのクールダウンで、クールダウンは出やすい音域をちっちゃい音で吹く、ね、あの大きい高いは唇にめっちゃプレッシャーがかかりますので、ストレスかかります。中音域のちっちゃめの音でロングトーンって、これクールダウンですけど、でも本当の意味でのクール、あの冷やして毛細血管切れてるのを落ち着かせて、定着させる方が早いです。はい、ぜひおすすめです。生徒分かってないんで強制的にやらせた方がいいと思うんですよね。あのやるといいよぐらいだとやらないので、でその効果が分かるともうね勝手にやり始めます。もういろんな楽器がやり始めます、ね、もう劇的に持ちが良くなる、まあ、その練習しすぎだっていう考え方もありますけど、まあでもしょうがないですよね、こればっかりは。なので口のケアっていうこれが大切かなと思いますね。はい、まあ、そう、あとはやっぱ楽器の状態がねどんどん苦しくなっていきますので、あとはどうですかね、クラリネットちゃんと立ててますかね、あの横にしてませんか。これ横にすると中の水がキーに落ちちゃうんで、タンポが傷みやすくなるんですよ。あと楽器にも良くないんですよ。だから必ずクラリネットは立てていただいて、でまあ1500円ぐらいで買えるんで、あの折りたたみ式のスタンドがあればスタンドに立てていただく。とにかく立てるものなので、フルートもそうですね。フルートもまああのなんていうか位置にはよりますけど、キーが上の方向いてればそんなでもないですけど、まあでもねやっぱ立てておいた方がいいですね。ピッコロフルートとかね、はい、サキソフォンはね結構強いんですけどねっていう感じですかね。はい、ということでまあ、夏本番なのでね、でも今からでも劇的に変わることいっぱいあると思いますので、頑張っていただければなと思います。で次回はですね、ちょっと指揮法の質問が切羽詰まってますというのがあったので、まあ、もしね今日いらっしゃってる方でもここの部分が分かんないですっていうところあれば、スコアちょっとスクショでも何でも写真でも送っていただいて、この部分だけでもっていうのはあれば、まあ、私知ってる曲だったら、スコア持ってる曲だったらすぐ対応できますし、そうじゃない曲だったらアドバイス写真もらえればですねできますので、まあ、そんな形で実践的な具体的なアドバイスしようかなと思ってます。もうコンクール直前だと思いますので、ね、まあでも指揮が上手くなった方が絶対に演奏良くなりますね。何かあればと、アドバイスできればと思ってますので、また来週よろしくお願いいたします。ではどうもありがとうございました。失礼します。こちらこそ。